道内は今日も朝から厳しい暑さが続いていて、環境省と気象庁は十勝地方に今シーズン初の熱中症警戒アラートを発表し、対策を呼びかけています。連日猛暑日となっている帯広は今日午前11時の時点で 31.7 度を観測、十勝の本別町でも 32.9 度を観測するなど、すでに真夏日となっています。環境省や気象庁は十勝地方の暑さ指数が危険なレベルに達するとして、十勝地方に今シーズン初の熱中症警戒アラートを発表しました。いやー、もう暑くて家から出たくないぐらい暑くて、たくさん水飲ませて部屋の温度は、気をつけてますね。帯広と清水町では今日60代と70代の男性合わせて2人が熱中症の疑いで病院へ搬送されました。この暑さの影響で帯広ではすべての小中学校で今日下校時間を早め、昼食後に子どもたちを帰宅させる方針です。